マジでこれやばい。やっぱすごいな、藤丸って。すする TV! ずるーずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はね、とある事情があって家から撮ってるんですけど、これから行くお店こちらです。東京メトロ南北線下駅から徒歩7分くらいのところにあります、ラーメン藤丸神谷本店さんにお邪魔してます。すする TV でもね、過去何度も取り上げさせていただいたこのラーメン藤丸神谷本店なんですけど、今回ですね、なんかお取り寄せラーメンの最大手ですね。宅麺 .com さんの協力によって、藤丸クラブというね、プランが作られました。宅麺 .com さんでは人気のラーメンが、販売開始後も数十秒とかも数分で売り切れてしまうものが結構あって、藤丸のラーメンってやっぱ全国的にもすごく有名なので、宅麺 .com さんの中でも超人気の商品になっているわけですね。まあ、手元にですね、この元祖豚カス油藤丸絡めつきあるんですよ。あんまり紹介しすぎるとね、ちょっと仕事感出すぎるんですけど、宅麺プレミアムメンバーシップっていうのに登録して、藤丸クラブっていうところに入会すると、毎月この藤丸のラーメンが購入できるっていうシステムになってます。詳しくはもう概要欄の方に貼っておくんで、ぜひぜひそちらをご覧くださいといったところで、ね、この藤丸クラブに加入するとね、いろいろとこうお得なサービスもあるみたいな、まあ、ぜひぜひね、そちらも合わせてご覧いただきたいと思うんですが、今回ね、久しぶりに神谷本店にも、まあ、これも宅麺 .com さんの協力のおかげなんですけど、久しぶりの藤丸非常に楽しみです。早速、すすりに行きましょう。レッツゴー。こんばんは、私現在ね下駅降り立ったところなんですけれども、本日久しぶりに行きますのが、ラーメン藤丸神谷本店。前回行ったのがね、あの富田さんとマスターの、まあ、コラボのイベントの時で、まあ、その時ねまた近い将来ちょっと富田さんとマスターでコラボイベントやれたらいいねみたいな話をしてたんですが、まさかねあのマスターが亡くなってしまったので、僕も本当思ってなかったんで、まあ、あの訃報を受けた時めちゃくちゃびっくりしたんですけど、まあ、藤丸は本当にすする TV のめちゃくちゃ最初の頃ですね、まあ、その頃でもマスターがあのもう心よく撮影引き受けてくださって、結構あのバチバチに決まった藤丸の一杯は、まあ、他のどのラーメンにもね変え難い魅力があったというか、まあ、すごいパワーのあるラーメンで僕もすごい好きだったんですけども、まあ、残念ながらもうねマスターが作ったラーメンはすすることができないということで、まあ、僕マスターがねすっごい粋な方だなと思ったタイミングがありまして、まあ、その前回のね藤丸のコラボイベントの時に、まあ、あの僕も子供が生まれたんですみたいな話をしてて、すする君結婚したの、子供生まれたのおめでとうみたいな感じで、まあ、その時はこう普通祝福してくださったんですけど、なんかその後ねふっとする君ちょっといいって言われてこう外に呼ばれたんですよ。マスターに何かなと思ったら、これで子供のおもちゃでもおむつでも買ってあげるとすっとご祝儀をくださいまして、まあ、僕もちょくちょくマスターとは会ってますけど、まあ、めちゃくちゃ深い関係性ってわけじゃないので、それでもう結婚とか出産をこうお祝いできるっていう、僕もねこういう大人になりたいなすごい思ったんで、本当にマスターのご冥福をお祈りしておりますということで、まあ、あんまりしんみりしててもね、あのすする君らしくないよとかってマスターに言われそうなんで、皆さんからのコメントも読んでいきます。改めてほぼ毎日二郎系食ってるのやばいね。いやほぼ毎日は食べてないです。さすがに毎日食べてたらやばい。二郎系はって最近まあ1週間、まあ、2週間に1回とかぐらいじゃないですかね。最近はたまに二郎系ラーメンの動画がボンボンって連チャンしたりする時あるんですけど、意外とねそこまでは食べてないと思うな。昔みたいにね週5で二郎系とか食べなくなりましたね。本当それがやっぱ多いっていうことなのかもしれないけど、まあ、食べろって言われたら食べれると思うんだけどね。だからそういうのもちょっとやりたいな。初回から見ているおっさんです。ラーメン二郎茨城守谷店が閉店して休業かと思ってたら店舗にまだ看板は残ってるんですが、賃貸物件募集の看板は出ていました。鈴木君何か情報はご存知でしょうか。教えていただけたら幸いです。何も知らないんですけど僕は何も知らないんですけど、守谷の二郎はね柏に移転したんですよね。なのでその元の店舗の方はもう閉めてるはずです。なんでまあもしかしたらね他のラーメン屋さんがこう入ったりするかもしれないですね、ラーメン二郎の跡地に、うん、でまあこうして今歩いてますけどね。ラーメン藤丸神谷本店は東京の中心街からも結構離れてるし、駅からも歩かなきゃいけないし、さらにね夜のみの営業ということもあって、結構やっぱりね訪問ハードルの高いお店となってるんですね。さらにもうお店行ったら結構行列したりもするんでね、まあ、そういうこともあって、まあ、宅麺 .com さんのこのサービスは家にストックしていつでも藤丸食べれますからね、まあ、そういった良さもある、まあ、マスターの DNA を受け継ぐねこの神谷本店味をぜひぜひ皆さんにもすすっていただきたいですね。いや行列半端ないなマジで。藤丸すごすぎる。これ1時間半以上、下手したら2時間ぐらい待つかもしれないですまあとりあえずね待つしかないんで待ちましょう。さあラーメン藤丸神谷本店さん、ショッケセです。ラーメン普通盛りに豚カス油、さらに生卵とゆで卵もプッシュしました。というわけでめちゃくちゃ寒かったです。およそ1時間ほど並びまして、ようやく店内入ってきました。マジで寒かった今日。ちょっと手が冷たすぎて麺も持てるかどうかわからないぐらい。めっちゃ楽しみ、超いい匂いします。最高です。そんなわけで店内でも少し待って、いよいよ着席。おしぼりとレンゲや水はセルフサービスとなってます。藤丸さんといえばかなりのボリュームがあるラーメンということで、普通盛りで茹で前 400g というとんでもない量のため、いわゆる油や野菜のコールは有料となっていますが、ちょい増しは無料というスタイルになってます。じゃあ全部ちょい増しでお願いします。はい、そんなわけでコールも完了。店内ではマスターの意思を継ぐ方々が黙々とラーメンを作られていて、久しぶりの藤丸さんにワクワクしながら待っていると、来た来た来た。こちらがラーメン藤丸神谷本店さんのラーメン普通盛り各種コールです。どうぞ。
どこがちょい増しだよという野菜と、どこが普通盛りだよという圧巻のボリューム。なみなみのスープが決壊するほどのこのラーメン、相当な戦いが予想されるぞってことで、いただきます。まずは上の野菜から食らいついていく。くぅ、藤丸といえばのくために茹でられた野菜はすする好みで、これだけで藤丸に来たなぁと感じられて、期待感がどんどん高まっていきます。キャベツもしっかり入っていて、さらに藤丸といえばの油もいい味を出しているなと、藤丸タワーを堪能しているとやばいものを発見。この笑ってしまうほどでかすぎる豚、なんか今日店内狭くないと感じるほどでかすぎるこの豚に豪快かつ大胆に食らいついてみれば、豚豚、見た目の厚さの通りに肉肉しい豚は、このでかさなのに味もしっかりと感じられて、硬すぎるなんてこともなく、ガシガシと食らいついてしまいます。もちろんそんな豚は野菜との相性もバッチュで、豚野菜豚野菜と箸が進み、別皿で提供されていた有料の豚カス油も贅沢に使って、野菜と豚をどんどん食らい進めていきます。さあ、それでは皆さんお待ちかね、次に麺とご対面。藤丸といえばのわしわし麺を引き上げてみると、これ本当に普通盛りですかってくらいに大量の麺が登場。相当量のボリュームの麺からは湯気とともにムオンと小麦の香りも漂ってきてる。すでに最高です、すでに藤丸ですといったところですが、すすらなくてはすするじゃない、よっしゃすする、バイブリン。ごわわしなすすり心地の麺は程よく芯を残した茹で加減で、ほぎほぎで小麦感もむぎむぎと感じられるごわわしほぎむぎな麺、これがすすりたかったんだよとばかりに、この日は結局並び始めてから1時間半ほどでたどり着いたこの麺をノンストップですすり続けていきます。さあ、ここで別皿の豚カス油も駆使していきましょうよってことで、こちらに麺をがっつりと絡ませてすすってみれば、油のパンチが口内を駆け巡り、やっぱこれが藤丸なんだよなと、人生って素晴らしい、誰かと出会ったり恋をしてみたりなんて口ずさむほど感慨深くなっていきます。そんな麺もまだまだあるぞってことで、こちらの生卵につけてのすき焼き風すすりモードも発動。甘みのある豚の出汁感たっぷりのスープを吸った麺を、生卵がまろやかさと滑りのいいすすり心地で包み込み、これまたたまらん止まらんってな感じで、まだまだすすり続けていると藤丸といえばのゆで卵も登場。こちらも食らってランランランと上機嫌になったところで、こちら追加注文してた方のゆで卵は豚カス油の中に入れてくれましたよってことで、この油を存分に絡めたゆで卵がまたうめい。ゆで卵の黄身がまろやかながら少し水分持ってかれる感じと、味付け油のダイレクトなパンチと油の潤いで補完し合う感じが最高。そんな感じでさすがに量が多いぞ藤丸さん、初心者の方はぜひ麺量は少なめや半分からチャレンジしてみてください。さらにはたくめん .com さんの藤丸のたくめんを毎月優先的にゲットできる藤丸クラブというサービスもぜひご活用いただき、家で藤丸を楽しんでみるのもありかもよってな感じで話していると、ついになんとかギリギリになりながら大大大満足で完成です。大変美味しくすすれました。亡きマスターの意思を継ぎながら藤丸の味を今もまだすすれることに感謝できる素敵で大満足な一杯でした。それではゴスプレイ。いや、ちょっとやばい、一旦落ち着きましょう、一旦落ち着こう。ああ、ということで改めてごちそうさまでした。ラーメン藤丸神谷店さん行ってきたんですけども、うまかったですよ、うまかったし、もう大満足、もう本当に大満足、やっぱすごいな藤丸って、唯一無二というか、あとこのね、ギリギリ食べきれる量を出してくるっていう、なんで俺のこのギリギリのラインを知ってるのかっていうね、本当にもうあと麺が1本でも入ってきたらもうギリギリアウトぐらいのところまで、もここぐらいまで来てる、マジでやばい。やっぱあの藤丸ならではのね、やっぱ甘みのありつつ豚のこう出汁感の効いたスープ、やっぱ油のね、あのぬらぬら感というか、まあ、今回ね普通に麺並でお願い、まあ、あれで波というか、一応藤丸さんのねノーマルの量、まあ350から400グラムぐらいと言われてますけど、マジで限界ギリギリ400グラムぐらいまで入ってたんじゃないかな、茹で前ね。でもあの油をまとった感じ、あのぬらぬらとした感じのね、あの麺で藤丸さん独特のちょっとこう粉っぽさを残したような、あのちょっとボソッとしたような食感がありつつも、麺の風味がね無音とこう立ち込める、やっぱあの麺うまいっすね、平打ちでちょっとこうギザギザしてる感じの、あの麺をもう無限にすすれるっていうのはすごく僕的にはもうありがたいこと
ことなんですけど、もう食っても食ってもマジでなくならなくて、まあ味変もいろいろしましたよ、まあ、味好きな油であったりとか生卵とかもいろんな味変観光しましたけど、マジで麺がなくならなかったですね。いや本当今回ばかりは撃沈するかと思いましたけど、どうにかこうにか本当最後はもうマジ気合でしたね。マスターがね亡くなって今2ヶ月ぐらいが経とうとしますけど、まあ、藤丸はねもう変わらず継続されてますんで、たくめん .com さんでももちろんね購入することできますんで、お店に行ってみたいけどやっぱ遠くて行けないとか、まあ、時間の都合で行けないとかっていう方でも、自宅でも藤丸すすってみたいという方はぜひぜひね、たくめん .com さんの藤丸クラブご利用してみてはいかがでしょうかということで、まあ、詳しくはね概要欄に一応貼っておきますけども、これで少しでもねこうマスターがこのように残していった、まあ、ラーメン藤丸っていうものが、まあ、全国のラーメン好きの方にもね届けばいいなということで、今回たくめん .com さんの協力のもとこういった動画を撮らせていただきました。まあ本当久しぶりの藤丸うまかったし、やっぱり唯一無二の一杯でしたね。少し遅くなってしまいましたが、マスター今までお疲れ様でした。美味しいラーメン本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン藤丸神谷本店さん、マスター本当にありがとうや。安らかにお休みください。成田さんが藤丸食べたいと言ったのでつけます。お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。ニンニクなしでキャベツのみで野菜は。どうぞ。ありがとう。うん、うまっ。暴力的だねと、こんな感じでタクメンがね冷凍庫にストックあると、ちょっと夜ご飯作るのめんどくさいなって時もサクッとねラーメンできますんで、しかも藤丸が食べるという今回の場合はラーメン好きの方はね、ぜひご活用いただけると嬉しく思います。食べたの？うん。美味しかった？美味しかった。よかった。久しぶりの雑誌です。雑誌はね、マジでお腹が結構圧迫されてね、食べれなくなるから危ないですよ。